ブランド物って本物か偽物かディスカウントショップなどで買う時って迷うよねそんなあなたに今回はラルフローレンの本物偽物の見分け方をご説明したいと思いますまず特徴のあるパターンとしてこのマークですね マークの足が4本あります。馬の前足と後ろ足があります。少し分かりにくいですが、後ろ右足が、前右足がくの字になっているのに対して、それよりも長くなっている。これが途中で、 右前足よりも出てないものは確実に偽物となります。マフラーの場合ですとそれも同じくこちらの方が分かりやすいと思いますがこの部分ですね、この部分が出てないとこういう状態であったりこの辺で足の形がなっているものは 偽物となります。続いて、このタグですね。タグの裏を見てみましょう。タグの裏、少し分かりづらいかもしれませんが、こうひっくり返したときに、 文字がしっかりと出ているこれだったら L ポロと分かりにくいんですがしっかりと表示されているものは本物となります、えー、続いてこのポロのロゴで L, L のこの L の字がやたら短かったりするものも偽物の特徴として多い一つとなっております。最近のものですと、まあ、アメリカのタグに統一されたので少しまた違う場合もあるとは思いますが基本的に L の短いものは新しい タグになったもの関係なく、えー、偽物というものが非常に多いです、えー、続きまして、えー、マフラーの、えー、このポロと裏文字になっているもの、えー、このようにマフラーであっても 他のものであっても衣類とかですとこの文字が裏で表示しっかりと表示できているものは、えー、間違いなく本物です一番わかりやすいのはやはりマークですマークの角度で偽物で多いパターンがこれの、まあ、クランケットの 棒ですかね、これを縦に若干少し角度がおかしく縦気味になっていたりこのヘルメットが潰れていたりそういったものは間違いなく偽物となりますのでお気をつけくださいラルフローレンの動画や他のブランドものの動画もアップしていますのでぜひ参考になった方 はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今後も動画の方アップしていきますので、ぜひぜひ見てください。本日はご視聴最後までありがとうございました。